5月の29日にこちらの中部の現地プールに、ずんだがお引っ越しをしました。はい、こちらがこちらのプールに、ずんだが初めて、移動していた時の映像です。まだちょっと落ち着かない様子ですね。周りをキョロキョロ見ています。はい、そんなずんだくんですが、今は元気にパクパク餌も食べてくれています。ずんだは今体重が47キロです。発情期のオス同士の闘争に巻き込まれるのを防ぐために別のプールで生活していたんですが、発情が落ち着いてきたので、こちらのプールに移動することになりました。はい、これからいろんなトレーニングをして様々な種目を今日の中で見せてくれると思います。ずんだのこれからに期待してください。